水入れないで。もう肉汁は逃がしません。ジューシーで美味しい棒餃子を作る裏技とレシピを紹介するよ。棒餃子は作るのは簡単だけど、水を加えた時に肉汁が流れ出てパサパサしちゃうんだよね。でも加えないと皮がカサカサで美味しくありません。私の肌がパサパサカサカサしてるって？あれ、空耳かな。おばさんの被害妄想ですいません。そんな餃子のパサパサカサカサ対策のために思いついた裏技が、焼く直前に水にくぐらせるです。皮はもちもちで、焼くときに肉汁が流れ出ないからジューシーに仕上がるよ。それに焼いた麺の皮はパリパリカリカリでとっても美味しいの。パサパサカサカサ脱却で、もちもちジューシーカリカリの裏技、早口言葉の練習にもいいかもね。それではレシピいってみよう。まずはじめにキャベツはみじん切りにしてビリーヌに入れます。皮は巻くだけだから大きめでも大丈夫だよ。ニラも5ミリ幅に切ってビニールに入れてくださいね。ビニールに豚ひき肉、オイスターソース、おろし生姜、塩コショウを入れて、ビニールごと混ぜていくよ。お好みで顆粒鶏ガラや醤油を入れても美味しいよ。具の量が多いから混ざりにくいけど、もみもみ、スリスリ、もみもみ、スリスリを繰り返すとね。手を汚さずにあんを作ることができるよ。ビニールは空気を抜いてしっかり閉じて、端の1センチのところで切って絞り口を作ってくださいね。ここから包む作業。あんを皮の上に乗せてくるっと巻いていきます。棒餃子だからこれで OK。ここでは水をつけたりする必要はありません。そうそう、絞るとき、ビニールの上の方を持って強く絞ると破けて大変なことになっちゃいます。絞り口の近くを持って、ゆっくり優しく一つ分押し出すようにしてくださいね。包んだ後は少しの間なら重ねて置いといても大丈夫だよ。さあ、ここからメインの焼きの工程。フライパンに油を引いて、蓋をした状態で温めておきます。餃子は一つずつ水にくぐらせて、フライパンに並べていきます。水がついている分とっても跳ねるから、置いたら閉める、置いたら閉めるを繰り返すと、熱くないし、お掃除も楽だよ。くっつきやすいから、間隔を空けて並べるようにしてくださいね。中火で4、5分、焼き色がついて火が入るまで焼いてくださいね。こんな感じになれば OK だよ。最後にごま油をかけて強火で焼くと、カリカリになって香ばしくて美味しいよ。好みだけど、反対側もひっくり返して焼くと、よりカリカリ感を楽しめるよ。棒餃子って両面焼けるからいいよね。2回目以降も同じ手順で、餃子同士の間隔を空けて焼いてくださいね。裏技で肉汁が流れ出ないジューシーな棒餃子はいかがですか？簡単なのでぜひ作ってみてね。このチャンネルでは美味しい料理やお菓子を簡単にアレンジしたレシピで紹介しています。たまにおばさんが被害妄想で拗ねちゃったりするけど、料理は真面目に取り組んでいるよ。ぜひまた遊びに来てくださいね。それでは今回はこの辺で、さよなら。